さあ、取り対策スクール s n c がお送りする英文法。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解はまあ A か B ですよね。じゃあ C とか D とかはなぜダメなのか。まあそれは favorite の意味から判断できますよね。 そうです一番のお気に入りので当然このフェイバリットそのものに一番という意味が含まれておりますので「most」は不要でそれと同じ観点から選択肢の B 一番なんですから比較圏にする必要性もなしよって正解は A ということで本日は「favorite」まあほとんどの方が意味をご存知かと思いますが最上級の「most」それはいらないんですよというところまで押さえてますそういう方は少ないんじゃなかろうか ま、選択肢の A で正解した方も、選択肢の C とか D。あれモーストって必要でしたっけみたいなことを考えている時間がもったいないので、近い将来出題された時に一瞬で判断できるよう、確認をお願いいたします。で、あとは意味内容を確認いたしますので、文頭をご覧ください。私の父の一番のお気に入りの趣味。気晴らしは庭いじりで。で、めちゃめちゃうまいんですね。かなりの腕前です。そんな感じでよろしいかと思います。 では画面を拡開えますね。さあ復習しやすいような画面に拡開えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で丸一番に入る動く。それをすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。